義州軍は朝鮮民主主義人民共和国北西部の王緑港に面した行政区画、平安北道に属する。平安北道の北西部、王緑港沿いに位置する。北東に着いた地州軍、東に天馬軍、南に椎名軍、西南に新宇樹市と隣接する。王緑港の対岸は中国の旧連城である。一遊二労働者区 17里を管轄する。日露戦争、王力港海戦当時の王力港下流、義州周辺。新宇治はまだできていない。現在の義州軍は1952年に成立したもので、それまでは現在の一日州軍、天馬軍、椎名軍を含んでいた。歴史的には新宇治も義州軍の一部であった。古来より、朝鮮半島の西北の関門であり、秋よ。 新来の朝鮮王朝の施設は、義州と旧連城の間で王力港を図書していた。平安道の中心の一つであり、1895年には、現在の平安北道一帯を管轄する義州府が置かれ、また1907年からの一時期に平安北道の道庁も置かれた。1905年に、経緯船が開通し、1911年に王力港に、 王緑港鉄橋がかかると、鉄道駅前に発達した新宇イジに、地域の中心都市としての地位を譲った。2002年4月には、王緑港の中州に位置する西湖面など、軍の一部が、新宇イ特別行政区に指定された。この節の出展、ありがとうございます。